第三章洋体操の心得第1節「体操を行うにあたっての注意事項」「洋画体操は」は気候やラジオ体操などと似ている面もありますが違っている面も多くあります。体操を行うとき、これから述べる注意事項を守らないと病気に効果があるどころかかえって体を痛めたりすることになりかねませんから注意してください。 一洋が体操はなるべく薄着で行いますただし寒くない程度の薄着ですメガネコンタクトレンズ腕時計指輪など体に直接つけるものや装飾品は外します部屋は暑すぎず寒すぎずの適当な温度で換気のいい静かな部屋が適当です畳や絨毯の上で行うのがよく硬い床や 厚いマットレスや柔らかすぎる布団の上はよくありません。仁王画の体操の動作はゆっくり滑らかに行うようにします。ラジオ体操のように勢いよく弾みをつけたり柔軟体操のように他人から押してもらったりする動作は厳禁です。このようなことを行うと関節や筋肉や人体を過信展して痛める原因になります。 3体操を行っている時は全神経をその体操に集中しますまたその動作に関係する筋肉の部分に注意を向けます緊張した筋肉や引っ張られる筋肉を特に意識しますさらに自分がどのような体位をとっているかを頭の中でイメージしますコブラのポーズとかバッタのポーズとか名前のついているポーズは その動物になったつもりで行います4溶岩の動作には必ず呼吸が伴います。どのように吸気と呼吸を行うかはそれぞれのポーズで決まっていますから動作と呼吸のつながりを心得て両者がバラバラにならないようにします。5溶岩のポーズを作るときは10から15秒くらいかけて一定の体位を作りできた体位を。 初めは5秒くらいから始めできるだけ長い時間保つように努力します。また元の状態に帰る時の動作もゆっくり行います。六洋画の体操には緊張力を入れることと時間・緩めることの調和の交代が大切です。苦しい体位を保つのは緊張です。それを解くと。 苦しい状態から解放されて、歯間すなわちリラックスした状態となります。やや苦しい体位を保った後に、同 G の時間をかけて歯間してリラックスすることが必要です。多くの体位をリラックスする時間も取らないで急いで行うと、逆に効果がなくなってしまいます。苦しい体位を行うのも大切ですが、その後のリラックスした状態を感じるのも、 どう需要に大切であることを認識してくださいある程度ヨーガを行うとこの歯間の時は何とも言えない良い気分になることが体験できますいくつかの体位を行った後は必ず5分間以上完全歯間の体位を行います完全歯間の体位は別名死体の体位とも言います七体操の実習は 長いい年月をかけてて少ししずつ強化していきます。毎日一定の時間を行うのがいいでしょう。体位は標準的な完成された体位に達していなくて無理をせず、少し痛みがある程度のところで止めておきます。体位が完成されていなくても効果はあります。初めてヨーガを行うときは完成体位の半分程度の完成度しか実現できないのが普通です。 痛みを我慢して無理な体位を取ると関節や人体を痛める原因になります。ヨーガは体位の美しさや完成度を競う競技ではありませんし他人と競争をすることが目的ではありませんから継続は力なりと信じて毎日怠らず行うことが大切です。1日休むと2日前の状態に戻ると言われています。我慢して 一定の期間毎日ヨーガを行えば体がだんだん柔らかくなることが実感できそれと今日に病状も好転してくるのが自覚できるはずです8体操は必ず空腹時を選んで行います満腹の時はヨーガに限らず運動するには適していませんまた小便や大便はあらかじめ済ませておきます 腰痛や膝痛などの関節痛があるときはその関節に負荷をかけるような体位はしばらく控えます軽い発熱や頭痛がある時はいつもより時間を短くし強さを控えます高熱や激しい痛みがある時は中止しますまた体操を始めてから気分が悪くなるようなら中止します 重要ガの体操の直後には入浴は控えます。第2節洋画体操の効果1体をしなやかにし柔軟性を増す人間の体を動かす筋肉関節人体帯などは歳月とともに硬くなりこれに伴って血液循環も悪くなりますこの結果気の流れも阻害され老化の大きな原因となります。 洋画体操により筋肉関節人体が柔らかくなり老化が防止されます老化は眼科と密接な関係があります二骨格の歪みを矯正する人間は2本足で歩行しているため4本足歩行の動物に比べて骨格の安定性が悪く骨格がえがみやすくなっています文明社会の生活はさらに 骨格のゆがみは病気の根本的な原因の一つとなっており骨格の修正なくして完全な健康は実現不可能ですこのことが現代医学ではあまり認識されていない盲点となっています骨格の中で一番ゆがみやすいのは骨盤と脊椎背骨ですこれらのゆがみは 筋肉感覚器内臓へ行く脊髄神経の異常の原因となりがんなどの慢性疾患を引き起こします。洋画の体操は骨格の歪みの矯正に抜群の効果があります。3. 自律神経を強化し調和させる自律神経は呼吸循環消化ホルモン分泌などの無意識的に行われる生理作用を制御している神経です。 自律神経は交感神経と副交感神経の2つ系統が相互にバランスを取りつつ働いています肉体的ストレスも精神的ストレスもこの自律神経のバランスを乱し多くの慢性疾患を引き起こす原因となっていますヨーガの体操は自律神経を強化しそのバランスの乱れを修正するのに効果があります などの慢性疾患を治す。以上に述べたような溶ガの効果により生態の自然治癒力が向上し癌などのあらゆる慢性疾患を治療することができます。ご悟りの世界に入る溶ガの本当の目的は瞑想により悟りの世界に到達することです。ですから溶ガの体操の目的は瞑想をするために体を整えることなのです。 理屈だけで、あれ、やこれやと思いを巡らしてみても、大した実益はありません。ヨーガによって、体を健康にしなければ、心を健康することは困難です。心を健康にしてからでないと、正しい瞑想はできません。瞑想が深くなれば、今までとは全く違う人生観や世界観が明けてくるのです。多くの人が、ヨーガを、 健康体操程度のものと考えているようですがそれは間違いでヨーガは心の歪みを矯正する精神療法の入り口となるのです。